心まで裸にしたときにその人に残るもの、叶わないっていうものを持ってる女性に男はみんな巡り合いたいと思ってるんです。いろいろなことが分裂してるんですよ。これ別にその人を責めてるわけじゃなくて、気をつけてないと、僕らみんな、自分の中でね、いろいろなことが分裂したまま進行するんです。自分が右に行きながら左にも行く、アクセル踏みながらブレーキを踏むとか、いろいろなことがはっきりしないまま前に進もうとするので、しかもそれが仕事においても恋愛においても家庭においても自分自身のことにおいてもとにかくね、ぐっちゃぐちゃなんですよ。で、いろいろな言葉があって、いろいろな情報があって、で、それらの言葉とか、その知識とか、そういろんなものがまた入ってくるので余計そうなるんですけど、まずね、いい女、できる女とか、まあ本人が何気なく使ってます。本当の自分とか、それぞれの言葉の定義っていうものをどういうつもりで使ってるのかっていうことがまず僕にはわからないです。で、本人にもわかってないと思うんです。なので、いい女ってじゃあどういう女なんでしょうかねって。で、その男性にとっていい女って、それもしくはその彼氏にとっていい女、あるいは自分の中でなんか、できる女といい女っていうのはこういう女なんだっていうものが多分あるんだと思うんですね。で、それはなんかテレビドラマの中で見た女の人の像なのか、それとも、なんか本で読んだ像なのか、まあわかんないんですけど、自分の中でこういう女がいい女、こういう女ができる女っていうことが一応前提として多分あると思うんですね。で、それと、本当の自分というのがある。怖いなと思うのは、この本当の自分っていうのをどこまで出したらいいのか。で、このできる女、いい女っていうのをどこまで演じたらいいのかって、このバランスの中で多分迷ってらっしゃるっていうことなんですけど、僕は自分の彼女だとします、その人が。ってなった時に、本当の自分っていうのを、なんか、どんな恐ろしいことが出てくるのかって、怖いですよね。で、今の話で、できる女、いい女っていうものは、彼氏にとっていい女、できる女、なのか、自分のイメージの中で勝手にいい女、できる女なのか、それによっても違うと思うんですけど、僕はいい女になろうと近づいていく、いい女になろうとして、そうなろうと努力しているっていうのが、本当の彼女の姿じゃないのかなと思ってるんです。なんか、その、彼氏にとって都合のいい女ってんじゃなくて、もし、その、ご本人の中で、こういう人になりたいな、こういう女性だったら素敵だなっていうものがあるんだったら、そこに自分自身っていうものをこう近づけていこうと努力するっていうのは、とても男性から見てて魅力的な女性ですよね。だけど、それが、そういう女になるっていうのは本当の自分じゃないんじゃないか。じゃあ本当の自分ってどういう自分なのかって時に、本当の自分っていうのが、これを出したら嫌われると思ってるっていうと、なんか怖いですよね。見てみたい気もする。でもなんか皮剥がしたとんでもないものが出てくるという気がしてしまって怖いなと思うんです。だから、まずその本当の自分っていうものはどういう自分なのか、それはそのわがままを言う自分なのか、もうちょっとこう、なんかおならをその前、人の前、彼氏の前でしてしまうとか、なんかこう失敗したりとか、本当は私はそんなに強くないのよとか、そんなにできないのよとか、なんかそういうこう甘えなのか、わかんないんですけど、ちょっとそこら辺のところは非常に質問だけ聞いてると曖昧なんです。で、もっと詳しく目の前で話をいろいろ聞きたいなとは思うんですけど、聞けないので、まず一方的に僕が話します。で、いい女、できる女、この男から見てのいい女、できる女の定義をちょっと話します。ね、で、男性にとって女性っていうのは、申し訳ないけれど、彼女と奥さん、彼女になる、要するに付き合うっていう対象の女性と、奥さんとして大事にしたいという女性は一緒じゃないんですよ。必ずしも。多分女性にとっても、付き合うっていう、彼氏としてとりあえず付き合ってもいいかなっていう男性と、結婚するってなった時の男性と、別に分けてるわけじゃないけど、違いません？結婚するってなったらもうちょっと違った視点で見ますよね。で、今この人は彼氏にとって、どういう人であろうかって言った時もそうですけど、旦那さんなのか彼氏なのか、それによっても違うと思うんですが、なんですかね、旦那としてとか、彼氏として、例えばかっこよくてこういう風で、なんかすごくいろんなものを買ってくれるし、こういろんなところ連れてってくれるし、なんか友達の前で自慢できるような背も高くてハンサムで優しくて、なんかスイートで、夜はなんか毎日メールくれるしとかね。で、なんかフェラガモの靴が欲しいのとか言ったら、フェラガモの靴が送ってきたりとか、すごい、それ都合のいい。だけど、なんか優しい。だけどひょっとしたら、結婚するってなったら違うのかなってことになったら、いろいろあるじゃないですか。なので、いい女、できる女っていうのも同じで、男性から見て、結婚対象としての女の人、それから彼女として付き合ってるってことの女の人。で、それによって、その彼氏がどういうふうにして見てるかわかりませんけれども、その彼女のことを。もし彼氏にとって都合のいい女っていうものを演じてしまってたら、とんでもないことになるので、なのでそれは近づけない方がいいと思います。だから、もっと広い目で見て、一般的な定義としてみてか、男性と女性の本質的な部分から見て、まずいい女の定義っていうものをちょっと覚えてほしいんです。ちょっと分かりにくくなっちゃったので整理すると、いい女、できる女っていうのが、その彼氏の付き合う対象、要するに彼氏の思考ね、好みに近づこうとしてるっていうことなのか、本当の真の女、真の女性という意味でのいい女、できる女なのか、それとも、彼氏のその性的な好みとか、ね、それとか、個人的な好みっていう意味でのいい女、できる女に近づこうとしているか、それによっても違ってきてしまうので、今僕が話すいい女、できる女の定義っていうものは、真の女、本当の女性っていうものがどういう女性なのかっていうことですね。その前提のもとに話をしておいたら、もしね、この質問者さんが、いい女、できる女を演じるっていうより、そこに近づこうとされるんだったら、こういう女性にぜひなろうとして努力してほしいと思うんです。で、その女性像。どんな男性も根本的な部分で絶対に頭が上がらないっていう女性。そういう女性はどういう女性か。って言ったら、女らしい女性です。で、女らしい女性というのは、両足を揃えて斜め45度にするとか、スカートを、ズボンじゃなくてスカートを履くとか、ショートよりもロングとか、髪の毛がね。とか、なんかエクボができるとか、顔が細くて、顔がちょっと小さくて可愛らしくて、で、おっぱいは D カップ以上とか、ウエストはとか、そういう話ではないってことです。本当に、その女性として男性が頭が上がらない。この人はその異性として馬鹿にできないなっていう。もう本当にひれ伏してしまうっていう、いい女っていうのはどういう女かって言ったら、自分以外のすべての命、生き物、ね、それは、いろいろな自分以外の人であったり、自分以外のものであったり、ことであったり、で、そういったものに対して、女性らしい慈しみの心とか、愛情っていうものをかけることができる女性っていうことです。自分以外のいろいろなものを愛することができる。垣根を越えて。いろんなものに愛情を持って愛着を持ってそれを慈しむっていうその女性の姿。女の人が子供をこう抱っこしてる姿っていうのは男性には口出しできない迫力と、それから尊敬と、その力っていうんですかね。男には逆立ちしても叶わないっていうそういう力があるんです。で、そういった、本当にこう、いろいろなものに対して自分が愛情を注いでいくって、それができる女性っていうのは、絶対に男は見捨てられないし、絶対に男は、口ではいろんなこと言うけど、頭が上がらないんですよ。ね、自分のことを徹底的に愛してる女、私はどう見られるかしら、どうやったら可愛く見られるかしら、でどうやったらいい男が寄ってくるかしらって。でそういうことを考えている女を、本当の意味で男性は尊敬することができないんです。ちょっとなんか、そんな下賤な例をお坊さんが言って申し訳ないんですけど、僕も、峰不二子さんみたいな人大好きなので、そういう人がいたらフラフラフラってことで寄ってっちゃうかもしれない。だけど、そうではなくて、もっと深い部分で女性として、はあ、この人にはかなわないな。こういう人にはもう絶対、僕はこの人大事にしたいなっていうふうに心から思う女性っていうのは、その女性らしさを持ってる人。その女性らしさっていうのは何かと言ったら、自分がどう見られたいってことじゃなくて、自分が持っている愛っていうものを、女性のその優しさ、慈しみ、女性のその包容力、ね、いろんなものを抱き留めていくお母さんのような力っていうものを、周りにどれだけ振りまいてるかっていう。でそういう女性にはね、もう男は叶わないんです。ね、ルックスとかできるとかできない。もう男の本能的な部分をもうなんていうんですかね、直撃するので、そういう女性を見たら。もうなんかね、おっぱいが大きいとか顔が綺麗っていうことを飛び越えて、その人に惹かれてしまう。すごい秘訣なので、ちょっと覚えておいてほしいんですけど。で、これは男も気づいてないです。多くの男性が気づいてないです。でも、本当にいい女っていうのは、そういった、なんていうかな、表面的な部分の愛ではない。ね。表面的な部分の愛ではない、深い愛情の眼差しっていうものを持って、いろいろなものを見てる人なんですよ。なので、いい女、できる女を演じてる。ちょっと今の話を聞いて、そういう女性に、女として生まれたあなた、なりたいって、どうでしょうかね。僕が女だったらそういう女になりたいと思うんですよ。ね。で、もし、今の話を聞いて、あ、そうか、そういう女性っていうのは本当の女性なんだって思ったら、そういう女性を、片鱗でもちょっと演じてみたり、そういう女性になりたいと思ってなろうとしたり、完璧にはなれなくても、なろうと努力してるっていうことは悪いことじゃないですよね。本当の自分もクソもないですよね。そうなりたいっていうことです。で、そこへ近づこうとしてる女性、だったら僕は素敵だなって思います。その彼氏に振られたら僕付き合ってあげる。嫌かもしれないけど。ねえ、僕お付き合いしたいですよ。もう、求婚します。もうちょっと僕結婚してるんですけど、2回目の求婚をしたいぐらい。でも、それぐらい、そういう女性をできる女、いい女と定義して、もしその方が近づこうとしていらっしゃるんだったら、どんどん頑張ったらいいと思いますよね。